松本市近所の目と場川沿いにある、西川通船記念碑西川通船記念碑の、うち当時の写真を元にしたレリーフ部分、西川通船は、信濃川水系西川を利用した水分事業で、江戸時代後期の天保3年、信濃国畜馬群白番村の章や、折井正衛門が、江戸幕府の許可を得て開設した。かつて、松本と上海の地軍新修新町を結ぶ、 約60キロを7時間かけて下り、新州新町からは、長野盆地や上田方面へ馬によって、荷が運搬された。明治35年に、篠ノ井線が開通したことで水尾し、西川沿いの陸路が完成したことで廃止された。西川は、江戸時代終わり頃から水運が盛んになった。文献によると、西川通線は、天保3年から開始されたが、それまでに、 北国西街道や仙国街道の宿場の転馬役や、中馬業者からの反対が強く最初通船願いが出てから実に94年を要している。その後、武業の取りなしで交渉を重ね、ようやく、天保3年1月28日時段が成立し、通船を承認、次のような内容の規定書を取り替えはした。1、宿次荷物は全部、たとえ新規のものでも、 商人の買ったものは船積みしない。一、往来の旅人はもちろん、武士の荷物、雇用荷物、また懇意なものでも決して乗船しない。一、通船品は、米国類、酒、麦、長木材、長竹、石、土瓦投縮型の支障にならないものに限る。一、縮型では、通船川筋へ見改め書を設けて、船にを改め、 もし取り決め以外の荷物を船積みしていたならば、船に品ともに双方立て合いのもとに焼き捨て、通船を皆止める。ギエモンは、西川の水量の少ない時は船底を紙難所もある。ことから、金国の諸川を見学、甲州富士川の公式を取り、道書より船大工や船頭を雇い入れ、潜伏を狭く、船底を薄くし弾力を持たせた。ありがとうございます。